皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。お仕事だった方はお疲れ様です。え、流行りが3つ続きをやってまいります。えー、青山医師が、まあ、なかなか人柄悪くないんじゃないのって思い出してきた頃ですね。大抵ね、うんって思ってた人が、おってなった頃、死んじゃうっていうのはね、パターンではありますから。死なないでほしい、ぜひとも。 何か思い出すところでもあるのだろうか青山さんはタバコを吸うことも忘れ窓の外の雨雲に目をやった現にあれはもう10年にもなろうかこの島に一人の若者が来てな私が不用意にこの話をしてしまったがためにとんでもない大惨事が起きてしまったのだよその若者だって悪意があったわけじゃないただ最愛の肉親を助けたい 真摯にそう思ってただけなんだ。なのにあんなことになってしまって。青山さんがそこまで話したときだ。突然隣の部屋から奇妙な物音が聞こえてきた。あ、この音。重い音だ。誰かが足を引きずりながら部屋を歩き回るような音だ。 僕と小暮さんが思わず耳をそば立てていると、それに気づいた小山さんが言った。これの正体こんな形でわかんのああ、あれは病院の雑用などをしてもらっている男だ。どうも騒がしくていかんがね。え、もしかしてこいつそのことをケーキに会話は終わった。皆上くんこいつの足音聞いてるもんね、何回も。 時計を見ると思った以上に長居をしてしまったようだ。青山さんも患者を見てくると言って立ち上がる。僕と小暮さんは再び雨の中、車でホテルに戻った。ホテルに戻り、ティーラウンジにいた鴨泉警部補と合流するため廊下を歩いていると、ホテルの図書室に兄さんがいるのが見えた。すごいホテルやねこれ。 まあ、リゾートホテルやもんね。リゾートホテルって、あの、ホテルの中だけで、すべてが完結して、別に、出かけなくっても過ごせますせ、みたいな。のが売りやんね。確かね。違うかったっけ。<laughs> だからこんだけ図書館も図書室も充実してるんかな。図書室といっても、学校にあるそれとは比べ物にならないほど小さなものだ。これを図書室と呼んでいいのなら、 兄さんの研究室や自宅だって立派な図書室である。いや、これホテルにこの規模はありすぎでしょ。う。天井まで届く大きな本棚とクラシックなデザインの椅子とテーブル。その中で兄さんは椅子にも座らず、熱心に一冊の本のページをめくっていた。僕は小暮さんに先に行ってくれと頼んだ。なんかこういうホテルのさ、図書室みたいなとこ行くとさ、 私あの、ビレッジヴァンガードで売ってそうな、なんか世界の家とかさ、世界の橋とか、ああいう写真集ばっかり見ちゃうわ。どうせ青山先生との話を鴨泉警部補にしたところで、そんな話を聞くために雨の中わざわざ行ってきたの、と思いっきり闇を言われてしまうのは目に見えている。そんな気が重くなるようなことより、兄さんに話しておきたかったのだ。兄さん。 声をかけると兄さんが本から顔を上げた。えー、そのさ、その若者、おかしなことになってしまった若者の二の前に兄さんならへんかなその話聞いちゃうと。なんか聞きに行きそうじゃない桐崎先生、青山先生に。声をかけると兄さんが本から顔を上げた。見ると、今朝台風の中を出て行った時の服装のままだ。 おそらく着替えもせずに本の虜になっていたのだろう。これもまた幸せな生き方だと僕は思う。兄さん、またそんな濡れた服のまんまで。風邪をひいても知らないよ。これを見れば風の菌も慌てて逃げ出すだろうさ。まだ湿ったままの前髪を鬱陶しそうに払って、兄さんが差し出したのは一冊の本だった。 本屋の棚によく並んでいる、ごくありきたりなハードカバーの本である。あ、柿崎って書いてあるね。これがどうしたのお前はそれでも警察官か。孝太郎、著者名をよく見ろ。資料の格も長き不在という、ホラーなんだか哲学書なんだかよくわからないようなタイトルの下に書かれた著名。著者名は、柿崎慎之助。 あ、しんのすけ、こうのすけか。こうのすけ。あの、かきざきさんのこと。ああ、そうだ。へえ、ずいぶんと偉そうな人だとは思っていたけど、本当に作家だったんだね。問題はそこじゃない。その本に書かれている内容だ。内容。ずっしりと重い本をパラパラとめくりながら、兄さんの言葉の意味を僕は考える。 なぜ今、柿崎さんの本なんかを僕に見せようとしているのだろう。兄さんのことだから何か考えがあってのことだろうが、手渡された本はいかんせん分厚くて、立ち読みで内容が把握できるとは思えない。本を僕に手渡したことで両手が自由になった兄さんは、机の上に投げ出してあったタバコのパッケージを手に取ると、一本抜き出して火をつけた。 この本はほんの半年前に出版されたものだ。じゃあ、このホテルにこもって書いた本なのかなそうだろうな。あと書きにホテルへの写字も入っている。だからこそ、この図書館にも置かれ、図書室にも置かれているのだろう。で、この本に何か問題がざっと斜め読みしたところ、これはどうやらホラー小説のようだった。ょ々しくて、 えー、戦場的な形容詞のオーンパレードで字面を見ているだけで頭が痛くなってくる。何かどころの問題じゃない。その本は死者が蘇ろうとして聖者を襲うというストーリーなんだ。死者の蘇り。僕は思わず息を飲んだ。たった今青山委員で聞いてきた話と妙に符合するのだ。僕は青山さんの話をかいつまんで兄さんに話した。 兄さんはそれはそれで興味を惹かれたようだったが、すぐに柿崎さんの本に話を戻した。この本の内容は似ているようだが若干違う。死者がゾンビとして蘇って、夜な夜な島を徘徊し、聖者の臓器を集めて回るという話なんだ。臓器。急に現実的な話を突きつけられて、僕はついていくのに懸命だ。臓器を七つ集め、 それを自分の体内に収める。それで聖者に戻れるということだ。そしてその臓器というのが左右の腎臓、左右の肺、胃、肝臓、そして心臓。兄さんそれ本当僕の顔から血の毛が引いた。今抜き取られているものやね。それはまさに今度の事件で摘出されている臓器なのだ。 まだ心臓が取られた被害者はいないのだが。じゃあまさか柿崎さんが。いくら小説にそっくりな出来事が書かれていたからといって、即作者が犯人だと断定するのは、いささか請求に過ぎると思うが。そうだね。むしろ柿崎さん自身がこの事件の黒幕ならば、手の内を小説に書いて明かすような具は示す、犯さないだろう。 でもなんかそういう人いなかった。アンビリバボーで見たい私。自分のやった犯罪を小説にしちゃった人。それよりはむしろ。あー、犯人が模倣したか。柿崎さんが犯人から話を。そうやね、4ヶ月前から、臓器が抜け取ら,抜き取られてるって言ってるから、で本は半年でしょ 本の方が臓器抜き取り事件よりも先に出版されてるからこっちかな。コピーキャット犯罪。かもしれん。兄さんもうなずく。この本と事件、そしてその犯人がどんな形で繋がっているのかはわからない。だが少なくとも柿崎さんはこの本と現実の事件が告知していることに気づいているはずだ。だからこそ、これまで僕らの聞き込みに、 癌として答えようとしなかったのかもしれない。俺にしてやれることはここまでだ。この先どうするかはお前に任せるさ。いや、助かったよ、兄さん。そうか。短く答え、兄さんはタバコの煙に目を細める。なあ、孝太郎。何警察官といえば、犯罪の闇を暴き、真実を知るのが仕事だが。 怖くなる時はないか怖いって何が真実を知ることがさ。まるで壊れ物でも扱うかのように、兄さんは慎重にその言葉を紡ぎ出す。そしてそれを受け止めた僕も、ゆっくりと言葉を選んで答えた。怖くないと言えば嘘になる。でも、だからって現実から目をそらして、あるはずの真実を見逃す方が、 僕には恐ろしいことだよ。模範的な回答。その結果、大事なものを失うとしてもか。ズっキリと胸の奥がいたんだ。そこはきっと、雪乃さんとの思い出がしまわれた場所なのだろう。ああ、私も思った今、雪乃さんのことを思い出したわ。あの悲しい傷が癒えるにはまだ時間が足りていない。 それでも僕は雪乃さんのためにも頷いた。それでもきっと。そうか。いや、おかしなことを聞いてすまなかった。気にしてないよ。そうか。もう一度そう繰り返して兄さんは片手を上げた。もう行けという言葉の代わりの動作に僕も黙って図書室の扉を閉ざした。なんかこのホテルで一人になるの怖いな。 でもさ、部屋に招き入れるっていう動作をしない限りは早々、ねえ、入ってこないよね。そして僕は柿崎さんの客室の前に来ていた。何度同じことを言わせるつもりなんだ。話すことなど何もない。待ってください柿崎さん、そうじゃないんです。ちょうど部屋から出かけようとした柿崎さんを廊下で捕まえたまではよかったが、予想通りというべきか。 やはり僕の顔を見るなり、柿崎さんは大声を張り上げた。まともな大人の取る態度とは思えないが、何しろ相手は作家先生であり、しかもその著作は自分の泊まったホテルで連続している事件と酷似し,しているときている。ナーバスになるなというのも無理な注文かもしれないが、顔を見ただけで怒鳴りつけられるというのは、いくら警察官と言っても辛いものがある。 それでもめげずに、まるで熱心なファンのごとく、資料の格も長き不在を、柿崎さんの方へと突き出したまま、僕は浴びせられる罵声に負けまいと声を張り上げた。今日はこの本についてお聞きしたくてお伺いしたんです。まあどうやらね。なんかさ、まあ、私は女子やけどさ、その、殺されるとか、 まあ、殴られるはまああれやな。殺されない。殺されるとこまではないやろ。ぐらいまでの話やったら、相手がどんなに怒鳴って罵せ浴びせてきてもさ、結構怖くなくな。私結構平気なタイプなんやけど。殴られたら勝ちやん、こっちの。<laughs> はい。捕まるっていうね。ちょっとそういう歪んだ心を持ってるんやけど。それでも心をえぐってくるぐらいの罵せを浴びせてくるのかな、柿崎さんは。 大きな目が僕の手にした本の方へギョロリと動いた。その目といい、分厚い唇といい、まるで岩陰から獲物を狙う深海魚のようだ。その本の何を聞きたいと言うんだね。はい。この本に書かれている内容が、今このホテルで起きている事件と酷似していると思われるんですが、ようやく協力的な姿勢を見せてくれたと、喜び遺んでまくし立てた瞬間、 今までとは比べ物にならない土星が僕の鼓膜を殴りつけた。くだらん。貴様がそれをさえ、あ、貴様がそれを本当に読んだのか知らないが、それはフィクションだ。ですがその、確かにこの島に伝わる話を元にして書いたものだ。だがストーリーはわしの創作だ。ちょっと待ってください。ゾンビが臓器を集めて回るのって、この島の伝説なんですか 伝説ではない、本当の話だ。大行にうんうんと頷なずいてみせる。どこまで本気なのかわからない人だ。しかも昔話ではないぞ。今現在も起きている話だとわしは思っておる。原理だ。このホテルで起きているという事件、それはさまよう死人でなくして誰が犯人だと言うんだ。ゾンビが犯人だとおっしゃりたいんですか 僕は驚いて尋ね返した。するとそれがまた柿崎さんの激輪に触れたようで、収まっていた雷が再び落ちる。<laughs> そらなあちょっとそんな馬鹿にしたような、なんかゾンビが犯人なんですかみたいな言い方したらな, <laughs> な。なんだその顔は。わしの話がデタラメたどでも言いたいのか。<laughs> いや、そういうことではなくって。ただごとならぬ大声に、宿泊局の誰かがフロントにでも通報したのだろうか。 従業員通路のドアが開き、あたふたと飛び出してきたのは谷さんだった。柿崎様。ああ、ちょうどよかった。この無礼千番な男をホテルから叩き出してくれ。まるで害虫扱いだ。谷さんは神妙な顔で柿崎さんの言葉に頷くと、僕の腕をやんわり取って歩き出そうとする。谷さん、待ってください。僕は捜査で。 お話は後ほど伺いますからこちらへどうぞ。いつもの穏やかさではあるが、僕の言い分を聞き入れてくれる余裕はなさそうだ。背後で柿崎さんが扉を閉める荒々しい音が聞こえる。未練がましくその扉を見つめる僕の手を引き、エレベーターの前に到着すると、谷さんは大きなため息とともにかぶっていた帽子を手に取った。皆神様。 事件の捜査だということは重々承知しておりますが、あまりことを荒立てるのはお許しいただけませんでしょうか。それやったらもう公表してよ。これかなりさ、水上くん側、警察側的にはさ、かなり穏便に捜査してるよね。こう、誰にも大きく言わずさ、マスコミにも言わず。各も残虐な傷害事件を目の前にして、 このセリフに頷ける警察官はいないだろう。僕もまた谷さんに負けぬ大きなため息で首を振る。それでお前らがまず隠蔽したからこんな大ごとに。ですが現実にまだ事件は続いているんですよ。柿崎さんがなぜこんなにもカくなに口を閉ざしているのかは知りませんが、このままでは柿崎さんだって被害に遭わないとも限らないんです。そうはならないように。 私どももお客様の安全には十分注意を払っております。払ってないのにな。それはそうでしょうが、犯人を野放しにしたままじゃないですか。さすがに語気が荒くなった僕に、谷さんは初めて鋭い目を向けた。お言葉ではありますが、先ほどのご様子では、柿崎様の身を案じられておられるというよりも、疑って尋問されているようでしたが、 じゃ、話聞いてただけやで。ねえ。柿崎さんといえば、このホテルでもビッパ扱いの人間だ。その客とごく親しい関係にある谷さんに向かい、あの人が何か知っているとはさすがに口にできない。勢いを失い言葉を濁す僕の姿に、谷さんはいつもの調子に戻って、悟すように続けた。皆神様のご苦労もわからないではありませんが、 柿崎様の潔白は私が一番よく存じ上げております。では何か事件当時の確実なアリバイでも柿崎様はあまり頻繁に外出なさるお客様ではございませんので、アリバイはと言われましてもお答えはできないのですが。困ったように帽子を握りしめ、すぐまた強い目で僕の顔をまっすぐに覗き込んでくる。柿崎様のご本が、 この事件とそっくりなことは、私どもも存じ上げております。それに先生はいつもお部屋にこもられて、時には真夜中に外出されることもありますから、疑わしく思われるかもしれませんが、信じてください。私の存じ上げている柿崎様は、人殺しなんて、そんな恐ろしいことができる方ではありません。まあ、じじいやしなそれは切実で真剣な、 今までに目にした谷さんの中でも最も真摯な訴えだった。まあ、じじいやし、柿崎さんが殺したとは思ってないけど、なんか知ってるんちゃうかなってことよ。だが僕はよく知っている。どんな善良な人間にも悪魔がささやきかける一瞬は必ず訪れてしまうものなのだ。仮に柿崎さんが真剣善良な人間だったとしても、その例外ではない。 そしてそれは七原さんにも同じことが言える。谷さんは息を詰めて待ち構えている。僕がそうですね、とずく瞬間を。免罪符を渡してくれるその時を。だが僕が何らかの答えを返すより先に、携帯電話が着信を告げた。ディスプレイには瞳さんの名前が表示されている。もしもし くん、今大丈夫相変わらず電波状況は悪いみたいだすみません谷さん谷さんに頭を下げると谷さんも了解したみたいでどうぞとうなずいてみせた帽子をかぶり直し丁重なホテルマンとしての顔を取り戻した谷さんは僕に無言で会釈すると従業員通路の向こうに消えた ひとみさんまだ新宿の事件なんですかそうなの大変よやはりひとみさんの声を聞くとホッとするたとえそれがひどいノイズの向こう側の声だったとしても別に急用じゃなかったんだけどねみんなどうしてるかなと思って僕たちは変わりなくやってますよ台風が来てるので外出できないのが残念なんですが 自分の事件を抱えて大変であろうひとみさんのことを考え今回も事件のことは言わないようにしたじゃあみんな元気なのね具合が悪くなった人もいないのねあゆ優かさんがやけに僕たちのことを心配してくれる本当は優香さんが少し調子が悪いのだが余計な心配をかけても悪いのでそのことも伏せることにしたえ大丈夫ですよ そう。なぜだろう。ひとみさんの声は晴れない。孤島だって言ってたわね。きっと切り立った崖や原生林もあるんでしょう。まああるかもしれませんがあまり危険なところに近づかないでね。東京と同じと考えて気を抜いてたら大変な目に遭うから。心配いりませんよ。それに台風ですから出ようにも出られませんし。とにかく気をつけてね。 例えば、立ち入り禁止の筆札があるところなんて、絶対に言ってはダメよ。はいはい、わかりました。まるで小学生か何かに注意するようなひとみさんに、思わず僕も苦笑してしまう。と、その時だ。四字を示すあの音楽が聞こえてきた。あ。えひとみさんが小さく叫ぶ声が聞こえ、 突然電話は切れた。もし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 、ひとみさん応答がないので僕も切った。あの耳障りな音楽はまだ流れている。何気なくその音楽を聴いているうちに、僕はある違和感に気がついた。さっきより音が小さくなっている。僕が今いるのは屋内なので小さくしか聞こえない。だがさっきはもっとはっきり聞こえたような気がする。 なぜだそのなぜだの答えが次第に焦点を結んできたが、僕はなかなか理解できなかった。そんなはずはないのだ。そんなはずは。えさっき僕が耳に当てる受話器の向こうからも、その音ははっきり聞こえていたからだ。えどういうこと え、ひとみさんいるのひとみさんは東京にいると言っていた。だとすると、東京とここで偶然同じ音がしていたのか。いや、こんな調子のおかしくなった音楽がそうそうあるわけはない。しかも全く同時に流れるなど、その確率は恐ろしくゼロに近いに違いない。ひとみさん、この島いてるのかな この音鳴った時に、あ、やばいバレると思ったから切ったんかなそうなると考えられることはたった一つ。ひとみさんはこの島にいる。えなにその臓器抜き取られた件で、近くの島に来てるのがひとみさんとかそういうことかなでも新宿の事件って言ってたけど。 兄さんの姿は図書室になかった。桐崎先生ならご自分の部屋にお戻りになったであります。ちょうど小暮さんと鴨泉警部補が通りかかり教えてくれた。僕は二人と共に六階に上がった。途中今の話を二人にするが、小暮さんは先輩の気のせいでありますと取り合わない。ただ、鴨泉警部補だけは腕を組み無言で何か考え込んでいた。 ノックすると、兄さんが現れ、僕たちを中に招き入れた。ソファーには優香さんが眠っている。具合が悪いというので、ここで休ませてたんだ。えぇ、ー、仮にも男性の部屋で <laughs> 兄さんが図書室に降りてきていたのは、優香さんに気兼ねさせないためかもしれない。ま、あでもソファーで寝かしてるあたりが、桐り先先先生やね。<laughs> ベッドでは寝かせねえっていう。 それよりも何か用だろう。う捜査の途中に揃ってくるなんてよっぽどのことだからな。察しがいい兄さんにそう言われ、僕はひとみさんの電話のことを兄さんにも話した。僕が話し終わっても兄さんはしばらく押し黙ったままだ。やがて重い口を開く。この島は彼女にとって特別な思いがある島だから。 兄さんがそこまで言いかけた時だ <laughs> 獣が吠えるような声がしたかと思うと優香さんがむくっと体を起こし兄さんの言葉はそこで途切れたえ優香さんの声あまりにもいつもの優香さんとは違う様子に僕たちはぎょっとして目をやった優香さんは羽を切るといきなり僕につかみかかった。 え、怖いゆうかさんちょっと <laughs> ちょっとゆうかさんめっちゃ怖いねんけどえとっさに僕は振りほどこうとするがゆうかさんの力は異常に強く僕の胸ぐらをぐいぐい締めるいつものゆうかさんの目ではなかった怖いねんけどおっさんみたいな顔してる『焦点』は合っていないのだが その光は尋常ではでない口は大きく開き細くよだれを垂らした凄まじい形相だあまりの力に僕は息ができない慌てて小暮さんが止めようとしたが弾き飛ばされてしまった小暮さんですら兄さんと鴨泉警部補はあっけに取られてもみ合う僕らを見ている。 小暮さんはすぐに体を起こし再度優香さんを引き離す今度はうまくいき僕の体は解放されたそうやねこのとっさの時に動けるのは小暮さんだけなんよねいつも怖がりやのに小暮さんに取り押さえられた優香さんはバタバタ暴れているまるで人が違ったようだ 急に彼女の瞳がしぼみ、力が一気に抜け、小暮さんの腕の中に崩れ落ちた。え桐崎先生が部屋で寝かせてたのってこれが理由かな注射を打っておきましたから、しばらくお眠りになると思います。優香さんを医務室に運ぶと、七原さんが見てくれた。ただ七原さんも、なぜ優香さんがあんなことになったのかはわからないそうで、 鎮静剤を打つことぐらいしか手はないと言った。医務室のベッドに横になり、寝息を立てている優香さん。その穏やかな顔はいつもの彼女と変わらない。先ほど僕らが目にした姿は幻だったのかと思えるほどだ。優香さんは、え、大丈夫置いていってここに。不安。僕たちは七原さんに頭を下げ廊下へ出た。 小暮さんも鴨泉警部補も兄さんも暗い顔だ。窓から外を見るとまた風が強くなってきたようだ。木々は激しく揺れ落ち葉を散らしている。その不穏な光景は僕ら四人の心の内をも表しているようだ。 ゆうかさんに異変がありましたが時間いいところなのでここで一旦終わりますね。またよろしくね